ティーエルスハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州文人イデル、イム・フィヒテル・ゲビルゲ軍に属する市場長で、ティーエルスハイム行政共同体の本部所在地。この町は、フィヒテル山地、チェコ共和国との国境近く、アウトバーン A93 沿いに位置している。この町は、公式には15の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ティーサハイムという地名は、ハイムでティアに由来していると考えられている。ティーエルスハイムは、1182年に皇帝フリードリヒ・バルバロッサから、ベネディクト修道会のライヒエンバッハ修道院への寄進として、初めて文献に登場する。1415年から1791年まで、ティーエルスハイムは、ニュルンベルク城をく、後には、 ブランデンブルクバイロイト編境白の統治下にあった、アンスバッハバイロイト編境白領は1791年プロイセン王国領となった。その後、4年間のフランス統治へ経て、1810年にバイエルン王国領となった。この文献はドイツ語版の参考文献として挙げられているものであり、日本語版作成にあたり、直接参照はしておりません。ありがとうございます。